室戸岬北西の海岸弾球の空中写真。弾球面と深く侵食された谷との対比がわかる。三陸海岸北部の宇野ス段外弾球崖が海面からせり上がっている例。海岸弾球、または海星弾球とは海岸線に発達した海岸上の地形。隆起地帯に発達した地形であり、海水準変動と 地盤隆起の組み合わせにより形成された。そのため、プレートの複雑な地震の多い地域でも多く見られる弾球である。弾球面はかつての停戦部であり、弾球崖はかつての海食崖にあたる。形成された弾球面、弾球崖は隆起運動により、行為に移動し、新しい停戦に沿って、新規の断球面、断球崖が形成される。このため、 好意の断球面、断球がけほど形成時期が古くなっている。特殊な海岸断球の例としては、パプアニューギニアヒュオン半島に発達したものが挙げられる。この地域は、流気速度が速く、また停戦部に、サンゴ礁が発達するため、数多くのサンゴ断球面が形成されている。ありがとうございます。